そうだね。僕も今同じこと思ってたね。ああそう、似てる。怒られるけど似てる。この番組は今日のスポンサーでしょうな。お疲れ様。よし、いや、いいっすよ、この価格。うわー、よかった。いつでも。めちゃめちゃいい。いつでも。さあ、皆さん、ここどこでしょう？綺麗ですね。そして、こちらにいらっしゃいますのは、RE ボーカルコーチングの、はい、ボイストレーナーやらせてもらってます、はい、山森隼人、はい、兼、まあ、デュエルジェールのボーカルの隼人です。やったー。よろしくお願いします。多分、はい、リー先生の次ぐらい。言ってても準レギュラーというか、準レギュラーレベルの、いや、うちのチャンネル、そうなんですよ。もう、お世話になってますよ。いや、こちらこそ。ありがとうございます。ボイストレーナー仲間でと大変な誠実でございますけど、いや、こちらこそ。こちらこそですよ。数少ないんで、いや、もうトレーナー仲間という。いや、ありがとうございます。まさにそういう。今日これ動画1本目なんですけど、あ、今日の話題はですね、はい、何でしょう。これ、皆さんお待ちかねかもしれないです。はい。GACKTさんについて。おお、GACKTさんの発声について、 GACKTさん深掘りして、 GACKTさんではないのに僕が、いやでも一番多分私のそのあのお知り合いというかですね、の中で一番 GACKTさんに多分近いというか、近いというのはそのあのいい間柄の方じゃないですか。まあ長年可愛がっていただいて、いやそうですよ、大先輩ですけども、いや僕らがもうまだ全然こうなんていうんですかね、はいはい、活動としても全然、はいはいはい、まだ歴が浅い頃からね、はいはいはい、可愛がっていただいて、いやそうですよね、そうですね、なので結構一緒にトレーニングしたりとか、まあそういうところから僕自分の体っていうものに興味を持ったし、メディシンボール、あまあなので死ぬほどやる。あれ受けた人がいるから、まあまあまあリアルに受けてますし、まあ、あのテコンドーっていうね、あの、はいはいはい、やられてますよね、通じて、まあ一緒に本当にこう白帯から一緒にやって、今僕もガクトさんも2段まで、すごいな、知らなかったですよそれ。あ、本当ですか。テコンドー、まあ気づけば本当に長い間お世話になってるので、まあ歌もすごく間近で見せていただいてるので、そうですよね、いろいろ僕なりに分析してる部分を、いや間違いないと思います、今日お話できれば、いやすごい、ベールをちょっと今日ちょっとでも違ってこう、いいっすね、できないかなと思ってるんで、怒られない程度に、あのそうですよ、緊張感持ってちょっと、そうですよ、お前何言ってんだと、なそれ連絡来るかもしれないね、だからガクさんお好きな方はもちろんですけども、そうですね、その発声に対してそのすごい興味がある人とか、うん、置いたら頑張ってる人とかにもすごい参考になると思う、めちゃくちゃなると思いますよ、なると思いますので、うん、ぜひあの最後までご覧いただき、ビリビリ剥がしていきましょう、危ない危ない、そう思っておりますビリビリって思うんですけども、つもりでぜひ最後まで見てくださいということでですね、あのこのチャンネルではこんな感じで日々発声関係のお話とかですね、ボイトレ関係のお話とかさせていただいてますんで、まだチャンネル登録をお済みでない方はこの機会にぜひよろしくお願いします。さあじゃあやっていきたいと思うんですけど、始めましょう、始めましょう。なんかね、あのこの間、はい、フジテレビ出てましたよね。あ、ありがとうございます。見ましたよ、あの音楽番組ね、チューンという番組に我々デュエルジェールがライブしたんですか、出させていただいて、そうなんですよ、ライブ、すごいじゃないですか、収録ライブっていうんですかね、なんかたまにありますよね、そういうの、はい、ライブ会場で演奏させていただきまして、そこでなんかガクさんの話もちょっとしたみたいな、そうですそうです、番組内でねそういうあの振りがありまして、それをよ今日はよりそれディープな今日のバージョン、ディープバージョンでしょ、ね、そうそうですね、お見せしてください、いやそう、僕なんかとこう語るのはおこがましいんですけど、いやまあ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 、もう何よりもうファンですかファン、一番のファンですから、それはもう語っていいんじゃないですか、そうですね、もう思いますよ、もう僕自身もそうですから、もう、ね、もちろんもう大ファンから、そうですよ、親しくしていただいてるので、もうその熱量でやっぱり語る情報っていうのは、はい、もう確かなものだと思うんだ、あーなるほどと思いますから、そうですね、もうついていけるんで頑張ります、そうです、ファンの人も怒らないでくださいね、僕もファンなんで、そうですそうですファン目線でいきましょう、ファン目線でいきましょう、じゃあそんな気になる、はい、あのガクさんの発声なんですけれども、発声をねちょっと分析するというか、そうなんです、はい、これさっきあの、まあ、撮影会でちょっとまとめたじゃないですか、うん、はい、ある程度ね、これをちょっとまずは仮タイトルじゃないですけど、はい、タイトルをちょっと発表してほしいんですよね、ああいいっすね、はい、まず、はい、第1話、第1位、究極の地声、はい、ああ、かっこ美声、ああそうですね、はい、間違いない、これはねもう絶対にこれ1個目必要な、そうですね、ポイントですね、1個目に来ますよね、これ1個目に来ますね、まあ来ます、そこから、からもう1個はね、はい、あ、
そうですね、これよくね、トレーニングの場でもよく聞かれるんですが、GACKT さんのビブラートってどうやってるんですか。あ、ボイストレーニングの時によく聞かれる。よく聞かれるんですけど、これね、ちょっと第2話、あの、シェイク型ビブラート。シェイク型って何？シェイク型ってなんだ？なんだ、さ名付けてるんですけど、そうですよね。これはね、もうちょっと特殊な科学技術。ね。技術なんです、これね。これ、後で腹落ちますからね。シェイク型シェイク型ビブラート。はい、ありがとうございます。そうですね。からの。まあ、三つ目は、もう本当に聞いた人はわかると思いますけど、もう、鍛え抜いたこのもう究極のこう裏声、ね、あ、裏声まで究極なんだ。裏声ほんと多彩なんですよ。いや、そうなんですよね。実は実はめちゃくちゃ彼後でこれね、結構裏声こだわりポイント、ね、最後のこれデザートに3つ目を持ってきたっていうことで、3つ目はね、これ深いですよ。いや、深いですよ、はい、皆さん見逃せませんからね。じゃあ1個ずつ1個ずつ深掘っていきましょうか。そうですね、うん、まあ究極の地声ってまあタイトルつけたんですけども、はい、どうでしょうこれ、まああくまでもね、やっぱりその、うん、歌としてはね、こう、相当なパワーが必要なんですよ。本当に、バケモンっすよ。いや、本当ね、そう、さっき、マモ君でも話したんですけど、はい、こう無尽蔵な歌体力がないと、あの、本当にそう、ガクト流発声できない。それは二段だよって話ですよ。黒帯ですもんね。黒帯、歌でも黒帯ですよ。そうなん、そうなんです。やっぱりね、常に、こう、うん、パワーが常にこう、出てる音を臨戦態勢ですよね。そうなんです、そうなんです。でよく僕は例えるんですけど、常にランボルギーニなんですよ。なるほど、なるほど。発声もランボルギーニだと、本人もランボルギーニ、ランボルギーニ乗ってますけど、発声ももうすげえわ。V12 だって言って。なるほど、乗りこなしてますね。そうなんです。もうあれを乗りこなさなきゃいけないです。いや、すげえ。だから繊細なこのね、細い道を走っても、はい、エンジンはでかいんですよ。はい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 、だから精密なハンドリングが必要なんですが、足はもうちょっとでもアクセルに置いたらブーンものすごいパワーが出るものをどう乗りこなすかっていうところが結構ポイントですね。地声の説得力やばいですもんね。そうなんですよ。なんかずっとこう一定に強いというか、一定に強いですよね。一定に強い。でもこれ表現として聞くと、はい、こう柔らかかったり、あーね、すごいこうね、ソフトな発声っていう意味でもそういう印象あると思うんですけど、いや、ありますよ。バラードも歌うし、ロックも歌うし、どっちもすごいじゃないですか、うん、そうですね、歌唱表現、イメージあります、すごく。はい、あ、あの、どこをやっても常にランボルギーニなんですそれおもろいっすね。そうなんです。でも常にやっぱりこうパワーがもう満ち満ちてる発声なの で、ね、フルですよね。フルでしょ、フルボイス。あ、これがね、やっぱりそうなんですよ、うん、優しい表現してもフルでしょ、フル。そうなんですよ、これがね、ちょっと見てらっしゃる方もね、ご覧になってる方もこれ、ね、うん、ちょっとね、あ、そうかもって、ちょっとこういう説明されたら多分ちょっと分かるかもしれない。じゃあそうかもしれない。いいですね。常にちゃんとこう使う、声帯をしっかりちゃんと使う。使ってる。そうですね。本当に使ってる。手を抜かない、一切。本当にそう。本当にそうっすね。本当にそうっすね。本当は、なんでしょうね。まあ、一般的にはというか、うんうん、教科書的にはそうじゃないことも多いじゃないですか。そうなんですよ。ね。そこはそこなんですよね。僕のトレーナーとしては、うん、そこも大事なんですけど。そうなんです、そうなんです。あの、もうちょっとなんでしょうね。どれぐらいですかね。ランボルギーニじゃないですよね。そうですよね。K とまでいかないですけど。そうですね。そうそうそう。どういう車が、うん、あの一番燃費がいいのかというか、うん、効率的なのかっていうこともコスパいい、コスパがいいのかって結構大事ですよね、うん、まあおおむね中型というか。そうなんです。真ん中行こうね、真ん中行こうねはすごく大事で、うん、でもやっぱりそのガクトさんの発声ってやっぱり、うん、あそこまでちゃんと鳴らさないと出てこない音の強さっていうのが、そうそう、深入りした豆みたいな感じです、ね、そうなんですよ。浅もうだから中中浅入りとかじゃないの。そうなんです。だからなんか例えばなんか G さんとかだったら、うんうん、あーぐらいですか、真ん中。これね、これが、ね、うん、今のもうまさに真ん中なんです。すみません、完璧な G さんです、今の。これ今の G さんのお手本なんですよ、はい、僕も、うん、ガクトさんと元々のその、うん、属性、発声のそのタイプが、うん、似てるんですよね。はいはいはい。なので今だから、はい、今のマホン君ぐらいの G さんぐらいがこうニュートラルなんだっていう認識なんです、僕らは。すぐ分かりましたね、さすがに。そうこれニュートラルだよなってことなんですけど、うん、そういうこう理屈というかね、うん、ちゃんとこう座学的なことを知らない、はいはいはい、知らなかった時代の僕は、はいはい、やっぱり G さんはもっとねパワーなんですよ。これをランボルギーニにすると、ランボルギーニの G さんはできるかな。じゃあ早瀬さん、ああいいですいいです、どんな感じですか。あーあー、これだわ、あーあ、これだわぐらいかな。これですね、はい、これなんですよね。これむずいのが、はい、
ニュートラルないい、うん、じいさんができてしまうと、うん、逆にランボルギレないんですよね。そう。ランボルギレないですよ。抑制しそうする癖がつくんですよね。そういい子ちゃんになりすぎてしまうんで。なんですよ。なのでランボルギレてるんですよ。ガク様。そう。うん、でも絶対そのニュートラルなのも全然できますよ。やろうと思ったら多分できます。全然できるんですけど、はい、ランボルあえて切ってるっていうのが、そうなんですよ。これが1個目の、そうなんですよね。でもこれはちょっとまとめでも話そうと思うんですけど、まあ、その鳴らし続けることがやっぱりその歌の個性につながる、うん、あ、そうっすね、ですね。フルで言ってるんで、あのガクさんのこう究極持ち声、そうですね、っていう、まあある意味個性も出てくるよ。本当にしっかり鳴らすことですね。はい、素晴らしいですね。2個目のなんかさっき疑惑のワードがシェイク型ビブラートか、シェイク型、僕はよくそういう表現をするんですけど、あのビブラートをかけるっていうのは、まあ、基本的にはその、まあ、ロングトーンだと分かりやすいと思うんですけど、はい、ある程度ねちょっとこう、うん、抜かないと揺れないんですよ、うん、普通は。はい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 、あ、なるほど。ある種こう抜くんですよね、だから力を、ね、リラックスできているという証明ですよね。証明ですよ、ある種の、ある種の、まあ、場合によるけど、だからガクトさん型というかね、こうシェイク型のそのビブラートっていうのはね、はい、あの抜かないんですよ。抜かないんだ。そこも突っ走るんですね。ここはもうフルで、僕はあのイメージしてもらいたいんですけど、はい、あのプロテインの粉を入れて、あ、はい、水を入れ て、シャカ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 する時もトレーニング後はやっぱりフルでしょ。なるほど、フル。なんかこうサッカサッカサッカやらないですよね。おしゃれにいかないです。ほらこの届け金銭入れ。いくしか抜いちゃダメなんですよ。はい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 。そう、走る男っすね。そうですね、もう男がやっぱ駆け抜けなきゃいけないです。駆け抜け最後まで鳴らし続ける、揺らすんだったら最後まで揺らすっていう、ちょっとチャレンジしたいっす。あ、ちょっとやってみましょうよ。はい、いい状態にしていいですか。いいですよ、いいですよ。あー、だからあーがいい状態です。これはすごい、あの、いいバランスですね。いいバランスです。すごく非常にニュートラルな、そうですね、まあ、これがニュートラルトレーニングで鍛えていくとこだとして、そうですね、ランボルギ、ランボルギリたい、まずは。あ、あ、あ、どれぐらいですかね。ハヤさんやってみてもらうとどう。僕だったら、あ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 、なるほど、近っ。確かに、はい、確かに、あ、あ、あ、近いわ。で、結構この、確かに。強く鳴らさないと。似てる。あ、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 この、あ、リラックス感が、リラックス感がないんだ。あ、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 ラ、確かに、おお、確かにがないとできないですね。ずっと揺らすしてますね、確かに。こうあれ、むずいな。しっかりと揺らすっていう、もうちょっとこうこ細かいとか優しい表現があったとしても、うん、はい、基本的にはしっかりと、しっかりとシェイクするっていう。さすが近くで見てる人はそういうことですね。はい、これ勉強になるな、今日神回です、これ。ああ、よかった、神回。まあ、使い分けをね、ぜひ皆さん、そうですね、トライしてもらって、バランス型の、うん、しっかりとしたこうニュートラルな、力みのない、はい、あの、整ったビブラートと、うん、はい、それがしっかり鳴らすパワー型の、うん、シェイク型のビブラートっていうのをこう、うまーく使い分けると、そうか。決して一つじゃないんだよね。いや、そうですよね。どっちがいいとかじゃないですか。そうなんですよ。いや、これ参考になりました。僕はもう自分の感性で選択してください。いや、よく聞いて。じゃあ最後。はい。三つ目いっちゃってみてもらって。ああ、最後はですね、多彩な裏声。出た。多彩すぎますね。ああ、そうですか。非常に。僕、ガクさんの裏声のイメージって、はい、地声とのギャップ、うん、かなっていうのがあるんですよ。いやー、それも素晴らしい、こう、いい見識ですね。別に細いっていう意味じゃなくて、うん、まあなんか、鋭柔らかいみたいな。いや、感じ。そうなの、そうなんですよ。柔らかさと鋭さが、両方こう共存してる、そう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 、状態ですね。そうなんですよ。しっかりとこう、使い分ける。っていうの、あー、なるほど、ちゃんとできる、ね、字と裏を、字と裏をしっかりと、で、どっちもめちゃくちゃ究極磨く、めっちゃ分かります、パキッてパキッて言うんですよ。めっちゃ分かります。違うんですよ、しっかり。違いますよね。そう、多彩ってことはじゃあ何個かこうあるというか。そうですね、大きく分けると、うんうん、僕の中でもガクトさんの裏声の素晴らしいところって、はい、大きく分けると2つあるんですけど、おーおーおー、1つは、ね、非常にこう女性的な透明感のある、はい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 、あの、綺麗な美しい裏声、うん、僕がイメージしてるのはそっちかもしれないですね。あ、これはね、やっぱりめちゃくちゃ個性のある音なので、うーん、やっぱりガクトさんの裏声って言ってそこをイメージされる方多いかもしれない、ね、なるほど、
が一つ目。はい。もう一つはね、はい、しっかりとした、こう、太い、男性的な裏声。ああ、なるほど。これも結構しっかりとした音量感もある。出た。裏声だからって音量感減らないですよ。フルボディーが出た。そうなの。これやっぱり裏声もランボルギーニです。めちゃくちゃやっぱりね、高級車の音が。すごいわ。しますから。随所にありますね。随所にありますね。すげえわ。裏声もやっぱりね、しっかりこう抜かずに出すっていうのがこの2つ目の、うん、そこに来てちょっとバリエーションが出てくる。出てきますね。なるほどな。裏声って結構なんか一つ、裏声っていう言葉にすると一つのイメージになっちゃうかもしれないです。あ、はいはい、そうですよね。やっぱり大きく分けるとね、うん、もう最低でも絶対こう2つはあるはずですね。はい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 、はい。まあ、俗に言うこうちょっとファルセットと言われるような、はい、ああファルセット。そうですね、ファルセット。この裏声ちゃんね、と、はい、それからもうちょっとこうクラシカルなね。ほー、いいですね。この感じと、はい、この感じっていうのを両方ちゃんと磨いてる方ですね。本当に女性なんじゃないのかなっていう音が磨いてんな、するんですよ。へー、でもぜひ皆さん挑戦してもらいたいんですよ。わかりますわかります。すげえマニアックなんですけど、はい、僕そのガキさんの話してる時とかって、うん、はい、うん、口元が特徴的だなと思ってるんですよ。そう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 、はい、僕ガクさんの歌のモノマネはできないですけど、はい、喋ってる時の表情だけできるんですよ。なるほど。あ、なんか僕はねみたいな、こういう、あ、似てる。あ、そうだなみたいな、似てる、こういう感じ。めちゃくちゃ似てますね。あーっていう感じ。この辺ね。あーあー、そう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 、これが女性感かなって。そうなんです。そうですね。僕も今同じこと思ってたんだけど。ああ、そう、似てる。怒られるけど似てる。ここへ。イメージとしては。はい。はい。発声についても、はい、あの、喋りにくい声が、すごい似てるから、なんかすごい緊張感がちょっとある。動かないですよ。こういう音色と、うん、あの、はい、エゴプラの匂いが今あったのか、ちょっと。瞬時に緊張できます。あ、よくない？はい。兄さん近くにいる？ねえ。おろ。そう。が、そう、女性感かなっていう。ありますね。まさにそうで、うん、あの、本人も、うん、あの、お会いするとすごく発声の話とかをね、はいはいはい、してくださるんですけど、はいはいはい、男はこの辺がなりにくいから、あの、すげえ。骨格上、やっぱりこう、男性ってね、こうちょっとこう前歯が隠れる。うん。女性って結構しっかり前歯が見える方が、うん、多いんですよ。すごい。そこをちゃんとこう使い分けるというかね。骨格で違うんですね。そうなんです。じゃあやっぱいろいろやっぱ考えてやってるんだな、うん。めちゃくちゃ考えてらっしゃいましたね。そういうことなんですね。そっか、じゃあ裏声をこういろんな方面から磨いてるから、うん、まあいろいろこうなんかいろんな道があるというか、女性的な音色、男性的な音色。そうですね。はい、でそこで。どう鳴らしてるのか、どこに自分の音との違いがあるのかみたいな。例えばなんか、なんでもいいですね。裏声。はぁ。はいはいはい。はぁ。はいはい。みたいなところから。もうね。母さんのやっぱり女性的なあの、このね、独特なんですね。うん。はぁ。はい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 。はぁ。すげぇわ。再現度高っ。クリア感が。再現度マジ高いです。伝わるといいんですけどね。いや、伝わるといいんですけどね。さあ、ということで、めっちゃ面白かったですね。よかったです。楽しかった。楽しかったです。今、挙げた3つのポイントですね。はい。まとめると、まあ、究極の地声、うん、シェイク型ビブラウト、それから、まあ、もう裏声も究極、まあ、多彩な裏声、そうですね。っていうところ、その歌声に着目して、はい、聞いてみると、いろいろ楽しいんじゃないかなと思いますのでね。あの、今回の動画、参考になったよと、面白かったよと、はい、いう方は、ぜひグッドボタン、あとは、チャンネル登録、まだお済みでない方は、ぜひチャンネル登録と、あと、リクエストとか、このアーティストさんどうなの？確かに。ねえ、その辺もリクエストいただいたやつを、解説したりとかも、できたらな、面白いかなと思うので、コメントもぜひよろしくお願いします。あと、ガクさんの情報も概要欄に貼ってますんで、チェックお願いします。お願いします。というところで、じゃあ今日、ガクさんに近しい方から、非常に貴重な情報をお届けしてまいりました。はい。いやー、本当にありがとうございます。ありがとうございました。引き続き動画撮っていきましょう。はい。ありがとうございました。